地上400キロメートルを地球一周およそ90分で回っている国際宇宙ステーション ISS。 アメリカ、ロシア、ヨーロッパ、カナダ、日本の15カ国が協力して建設。現在6人の宇宙飛行士が滞在している世界最大の宇宙実験施設です。2009年7月に日本の希望日本実験棟も完成し、今後日本人宇宙飛行士の長期滞在も予定されている ISS。 その食料、医療、水、実験装置などの補給は現在主にロシアのプログレス補給船、ヨーロッパ ESA の ATV、 アメリカ NASA のスペースシャトルが担っています。そして今回打ち上げる日本の宇宙ステーション補給機 HTV が加わり、新たにその役割を担うことになります。宇宙ステーション補給機 HTV は、物資を入れる補給キャリア与圧部と補給キャリア非与圧部、後方電子機器を搭載した電気モジュール、国際宇宙ステーション ISS に接近するための推進モジュールの4つの部分で構成されています。全長はおよそ10メートルで、最大直径がおよそ 4.4 メートルの円筒形。大型バスくらいの大きさで、およそ6トンもの物資を ISS へ輸送することができます。人工衛星の技術とかですね、あとはまあジェムですよね、希望のような技術、有人施設の技術、まあ、この3つをその集大成しないとできないようなシステムなんで、まあ、そういう意味では非常にその中身の濃いですね、有意義なプロジェクトかなと今になったら思っていますね、はい。HTV は飲料水、食料、医療などの生活物資、実験装置や実験用サンプルなど、国際宇宙ステーション ISS へ物資を継続的に輸送します。 HTV は搭載する補給品も含めるとおよそ 16.5 トンもあり、これまでの日本のロケットでは打ち上げることができません。そのため今回新たに開発されたのが H2B ロケットです。日本はより大型の人工衛星や探査機を打ち上げるため、より打ち上げ能力の高いロケットを開発してきました。そして H2A ロケットを発展改良させて開発した H2B ロケットは、これまでの日本のロケットの中で最も打ち上げ能力が高く、 16.5 トンの HTV のほか8トンの静止衛星などを打ち上げることができます。私自身はその H2B というのは、その我々の先輩も含めて日本のロケット技術者関係者のですね、まあ、仕事の集大成だなというふうに思ってます。 H2A ロケットはこれまで打ち上げを重ね、その信頼性を向上してきました。 H2B ロケットはこの H2A ロケットの技術を最大限生かして、打ち上げ能力を向上しながらも短期間かつ低コストで開発しました。16.5 トンに対応するために、まあ、新たにそういうシステム設計をやり直してですね、今の形 の SRBA を4本つけた1段を大型化したですねロケットにすれば、まあ、打ち上げ能力が達成できるということで、今 のロケットの形態になったわけですけども、 H2B ロケットの第1段タンクは H2A ロケットの直径を4メートルから 5.2 メートルに拡大することで、推進薬をおよそ 1.7 倍搭載できるようになりました。また固体ロケットブースター SRBA を4本装着し、
さらに打ち上げ能力を高めました。 H-2B ロケットの最大の特徴は、 H-2A ロケットに搭載していた LE-7A エンジンを2機束ねてクラスター化したところにあります。クラスターって2台つけてですね、同時に燃やすっていうのですね、非常に信頼性が高くてですね、B もやっぱりその延長線上っていうか兄弟ですから、非常に信頼性が高いというふうに私は思ってます。宇宙ステーション補給機 HTV 技術実証機を乗せた H2B ロケット試験機は、種子島宇宙センター大型ロケット発射場の第二射点から打ち上げます。打ち上げた H-2B ロケット試験機は、次々と機体の一部を分離しながら高度を上げていきます。 SRBA 第1ペアを分離、第2ペアを分離、衛星フェアリングを分離、第一段機体を分離、そして打ち上げからおよそ15分、 HTV 技術実証機を分離。分離した HTV は機体の姿勢を安定させた後、筑波宇宙センターにある HTV 運用管制室と通信を開始します。 HTV 技術実証機は単独飛行の検証試験を行いながら、およそ1週間をかけて国際宇宙ステーション ISS に近づきます。HTV は万一接近が不可能となった場合には、離脱するよう制御できるランデブセンサ工法で距離を測りながら徐々に ISS へ接近し、10メートル離れた位置で ISS に対して相対的に停止します。HTV がISS の下方10メートルの位置に停止したことを HTV 運用管制室で確認すると、国際宇宙ステーションのクルーによって ISS のロボットアームが操作され、 HTV をつかみます。そして国際宇宙ステーションのハーモニーと呼ばれるモジュールの地球側に結合されます。HTV のハッチはスペースシャトルと同じ 1.2m×1.2m のほぼ四角い形をしており、大きな実験ラックを出し入れできる点が特徴です。プログレスと ATV で共通しているのはですね、接続して荷物を出し入れするポートが直径80センチしかないんですね。となるとまあ人間がまあやっとこう通れる程度なので、当然そこを出し入れできる荷物しかダメだ。ところが HTV の場合はその一番上の弱粒のあれは 1.2 メートル四方あるんですね。だ非常に大きな荷物の出し入れができますし、実験装置もですね、大きなこのラックごと出し入れできるんですね。また補給キャリア非弱粒の大きな開口部から船外実験装置などが載せられた暴露パレットを直接取り出すことができるのも大きな特徴です。暴露パレットは ISS のロボットアームを使い HTV から取り出されます。そして希望日本実験棟のロボットアームに受け渡され、希望船外実験プラットフォームへ設置されます。船外実験装置などが船外実験プラットフォームに移された暴露パレットは、再び補給キャリア非弱粒へ戻されます。
HTV 技術実証機はおよそ1ヶ月間国際宇宙ステーション ISS にとどまり、この間食料などの生活物資のほか、今回は希望ロボットアームのコアームや保存層の大気成分を観測するスマイルズと呼ばれる船外実験装置などが国際宇宙ステーションへ運ばれます。そして不要となった物資などは逆に HTV へ積み込まれ、その後 HTV は ISS から分離します。 ISS から分離した HTV は大気圏へ再突入し燃焼廃棄されます。宇宙ステーション補給機 HTV は今回の打ち上げによる技術実証を経て、今後年に1機ずつ H2B ロケットで打ち上げる計画です。そして HTV は国際宇宙ステーション ISS での活動を積極的にサポートしていきます。本当に感慨深くなるのは打ち上げられた後、HTV 分離という声をですね聞いた時だと思いますね、多分ね、はい、国際宇宙ステーション ISS への効率的な物資輸送を実現する HTV、 将来の宇宙輸送の扉を開く H2B。 2009年9月、その初号機 HTV 技術実証機H2B ロケット試験機がいよいよ打ち上がります。